はい、皆さん、毎度毎度。はい、チャンネルアイデア先生ね。理容師やってます。30%セニングシザーが決して悪いわけではなく、使い方間違えた。あの動画だよね。お客様が怒ったやつね。よその店でさ、30%か40%か知らねえけど、女の子ね、トップの方ザクザク入れられてね。で、ピン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 出ちゃったってやつだよね。まあ、人んちの失敗だからね、そんでも逆ギレされてるっていう状態、まあ、しょうがないって言えばしょうがないよね。アイデア先生が言うみたいにね、30%セニングがね、どんな刃付けしてあるやつでもね、そのハサミが悪いわけじゃない、使い方を知らない美容師がね、いい加減にね、使ったからああいうことになっちゃうんであってね。まあ、これはね、でもああいう風になったらもう、とりあえずは何もできないけど、あれもさ、あのまんまさ、髪の毛が伸びていくって言えば伸びていくんだけど、必ず毛髪サイクルっていうのがあるからね、短くプツンと切られたやつもしばらくすると抜けちまって、自然と。ほんで、細いアホ毛が生えてくる場合があるからね、まあ、時間はかかるけど、徐々に徐々にね、忘れた頃に改善するっつうの、急に何かしてくれたって困るよね、ああいう状態になるとね。他店で失敗したものでもね、直せる範囲のものならいいけどね、直せないようなやつ、3熱トリートメントが流行った時もそうだよね、よその店で3熱トリートメントかけてさ、何にも変わんないっての、くせ毛で硬い毛の方が。縮毛矯正をかけに行って痛むからって無理やり3熱かけられたのかね。だから、まあ、癖なんか伸びてないわけよ。で、ゴワゴワ状態。そんで、なんだかお客様もう高い金払ってからトリートメントでなんとかなんないかと。なんないよ。もう、で、もうお帰りになってもらうしかないよね。まあ、あの動画ね、もう見たくもないよね。なんか人が怒ってる姿って 見てて気持ちがいいもんじゃないよね。まあ、例の動画ね。はい、お疲れ様でした。シュークリーム。絶対失敗する、シュークリーム。構わないよ。 どうなるんだろうね。バターあるよ、バター目の前。ああ、バターこっちか。そりゃまあ、まあいつも一緒にやってる。バターが何グラムだ。70。バターが70。これ1個でいくらだっけ。200だから約3分の1か。これ、こっから70引いちゃえばいいのか。多すぎかな。少ない。あ、全然そう。30。あと4、だから203。だから133にするまで。だいたいだから3は誤差のうちだ。じゃあ130ぐらいか。おおよそ大丈夫よ。ちょっとぐらいくるっとだからって。あ、やべ。これ入れない方がいい。あ、いい感じだ。ムービーや。今日ってこれ終わったら染められます？髪の毛？何色にすんの？緑。緑。緑なんか意味や。これがいいって言ったやつでいい。緑？うん。マニキュアなのって緑があったの？違うな、緑って言っても。あ、そもそもあれがないってこと？色が。色はあるんだろうけどね。緑ってなるとね。あれは在庫ない。ママが在持っ庫がてなる。い？青しかない。でも青だったらちょっとこれ色混ざって緑っぽくなる。姫、その真緑じゃなくていいんだよね。真緑は無理。あ、なんつ絶対に白髪じゃない限り緑にはなんない。まあ、でもひまりがやりたいって言った色でいいんですけど。